今回紹介するのは、シェイプ・オブ・ウォーター、竹処房文庫という本です。1962年、個人で育ったイライザ・エスポジートは、生まれつき口が聞けない、ボルチモアにある政府の極秘研究施設で、深夜勤務の清掃業務をこなしつつ、彼女は己の退屈な人生の中でもがいていた。そんなある晩のこと。 依頼座は偶然にもある何かを見てしまう。それはこの研究施設創設以来の貴重品アマゾンの奥地で神のように崇められていたという彼の奇妙だがどこか魅惑的な姿に心を奪われたイライザは周囲の目を盗んで会いに行くようになる子どもの頃のトラウマで声が出せないイライザだったが。 彼とのコミュニケーションに言葉は必要なかった。音楽とダンスに手話そして熱い眼差しで2人の心が通い始めた時イライザは彼が間もなく国家の威信をかけた実験の犠牲になると知る登場人物の細かな部分が映画の原作本という一言では説明できないくらい読み応えのある一冊です。 登場人物の背後関係が細かな部分まで書かれているのでそれだけでも読み応えがあります映画公開前は「美女と野獣」のおとぎ話だと思っていましたでもこれを読むと甘い鑑賞だけでは説明できません読み終えた後、ため息が出ました以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。